今年僕はあのね、僕元気が出るテレビやったでしょ。うん。あの、じゃあそんな番組の、まあ高齢者向けのね、日テレの BS 日テレで、なんか作ってくれないかって言われたんで、うん、ほいほい。死にたくないテレビっていうのやったの。わかりやすい、直球ですね。そう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 。で最初それもね、うん、曲家は死という言葉はどうかなっていう、なんか難色示したんですけど、確かに番組名に死っていう漢字が入ってるやつってあんまないっすよね。ないんですよ。でも僕はね、うん、いや、これね、一番素直な言葉じゃないですかって、老人が死にたくないっていうのは。うん、これはね、旅に出ようとかって言ったら、これつまんないでしょ。死にたくないのが一番人間の本質なんだから、うん、そういうタイトルにさせてくださいって言ったら、なんか OK になって。確かにでも、その番組名にそんなのあったら見ちゃいますよね、これ何だろう。また、あの、来年にね、あの 2段目やるんですけども、本当はレギュラーにしたいんですけども。へぇ、じゃあ1段目は割とじゃ成功したんですね。まあまあ、ゲッターと思います。2段目はまた面白いこと考えてるんで。へぇ、サンコンっているでしょ。うん、おすまサンコン。サンコンさんって、今日本に奥さんが3人いるんですよ。マジっすか。あ、まあ、もともとそういう文化圏の方ですからね。一夫多妻制の。はいはいはい。面白いでしょ。はあ。そんなバカバカしいことあいつやってるんですよ。へえ。3人奥さん、それでも、奥さんと、2番目の奥さんと、3番目の奥さんと夕方まで一緒に食事して、で、帰っていくんですよ、2番目の奥さんと。ほう。また戻ってきたりして、だから3番目の奥さんとこれもあって。はいはい。こいつとんでもない男ですよねって、サンコンのこと。うん。ダメじゃないですかって言ったら、いいです。うん、ほう。面白い。だから、サンコン、お前は偉いなって言って。ほう。だからそういう、なんか、そういうね、高齢者でも、孫の見るのが生きがいだなって言ってるんじゃなくて、うん、3人の子が作ってるサンコンみたいな特殊なやつもいるから、そういう人も紹介していこうかな。サンコンさんってでも結構いいお年ですよね。72です。あ、同い年なんすか。同い年で、でも元気に3人の奥さんと一緒にやってらっしゃる。だから夜も頑張ってるんですよ、あいつ。すげえな。3倍頑張んなきゃいけないですもんね。うん。でね、サンコンは、ソルボンヌ大学出てるんですよ、うん。あ、そうなんすか。そうそう。エリートだ。エリート中のエリートで、それで、ギニアかな、彼。はいはいはい。で、ギニアから日本に、それこそ、外交官として日本に来てるんですよ。うん、で、来た時に、うん、天皇陛下に会ってるんですよね、挨拶で。ああ、そっか、確かに外交官として日本に赴任すると、ありますよね、そういう儀式が。そうなんですよ。それがすごいなと思って。そんな人が、あんなお笑い芸人みたいなことやってたんですね。そうそう。おお。